第四装甲軍。第四装甲軍、独四ポントセロミは、第二次世界大戦中のドイツ陸軍の装甲部隊である。軍に昇格する以前は、第四装甲集団であり、フランス侵攻戦、バルバロッサ作戦で活躍した。第四装甲軍の前身である第四装甲集団は1940年に編成され、第 11I 装甲軍団、第スビ装甲軍団、 第イブ軍団が所属していた。第四装甲集団は、フランス進攻作戦において、英軍集団に所属し、アルデンヌの森を経由して、連合軍を撃破し、ダンケルクで包囲した。しかし、装甲部隊の先行により、不評部隊が追いついていないことを懸念したドイツ総統、アドルフ・ヒトラーに攻撃停止命令が出れ、連合軍の撤退を許す結果となった。フランス制圧後、 ソ連進攻計画であるバルバロッサ作戦のために第四装甲集団を北方軍集団の所属となった。バルバロッサ作戦発動時、第四装甲集団は北方軍集団に所属、第ズリー、第 LVI 軍団が追加され、総勢3個装甲士団、2個自動車化不評士団、合計で戦車631両が加わった。第四装甲集団は、 北方軍集団の先法を務め、バルバロッサ作戦初期段階でネマン川を横断したが、大騎士総合軍団は、羅ネーで約300両のソビエト赤軍戦車の反撃を受け、4日間の攻防戦の末、ソビエト総合部隊の包囲に成功、これを撃破した。一方、大 LVI 総合軍団は、西ドビナ川の橋を占領、レニングラードへの進撃を開始した。 ソビエト赤軍は、レニングラード、原産ンンクトペテルブルクの堅固な防御線を形成しており、ヒトラーは、第3装甲集団と第4装甲集団の強化を命令。そして、レニングラードまで、残り約1 1トル地点で進撃した。しかし、ヒトラーは、モスクワ攻撃を強化することを提案。モスクワを、包囲攻撃するために、第3、第4装甲集団は、 中央軍集団へ転属となった。第3、第4走行集団は、モスクワを攻撃するために、モスクワ北方へ移動し、第4走行集団は攻撃の中央を担当し、南方を第2走行軍が攻撃することとなった。しかし、ロシアの言動、厳しい補給状況、ソビエト赤軍の頑強な抵抗により攻撃は、父として進まなかったが、その中、 第四走行集団はモスクワまで残り2 4トル地点まで到達した。しかし、第四走行集団はその地点までの攻撃で消耗しており、それ以上の進撃は不可能であった上に、1941年12月、ソビエト赤軍による反撃が開始されると、約3 0 0トルにわたって押し戻された。第四走行集団は1月1日、 第4装甲軍に昇格した。1942年春、第4装甲軍は防衛戦を行いつつ、兵力の増強を行い、南方軍集団に転属した。その後、ドイツ軍は青作戦を計画。南方軍集団は、第17軍、第1装甲軍から形成された A 軍集団、第6軍と第4装甲軍で形成された B 軍集団の2個軍集団に分割された。 A 軍集団がロシア南部で移動する間、B 軍集団はスターリングラード、ゲンボルゴグラードを占領することになっていた。第6軍が北側からスターリングラードに攻撃する間、第4総工軍は南側から攻撃を加えた。ドイツ軍の狙いはスターリングラードで両軍が合流することであり、スターリングラード郊外でソビエト赤軍を2カ所で包囲することになっていた。 しかし、第6軍は、ソビエト赤軍の反撃のため、進撃できず、包囲する予定であったソビエト赤軍部隊が、スターリングラードへ撤退する余裕を与えてしまい、予定より3日遅れでも第4総甲軍と、交流することができなかった。第6軍は、その後、スターリングラード攻略のため進撃。その間、第4総甲軍は、第6軍の背後の防衛を担当した。 1942年11月、ソビエト赤軍は反撃を開始、第4装甲軍所属の第24装甲師団と第6軍が包囲された。ヘルマンホト率いる第4装甲軍は冬の嵐作戦で包囲の撃破を試みたが失敗。そのため第6軍は降伏することとなった。第4装甲軍は増強され、戦車160両が補充された。 第4総工軍は、ロシア南部で、ソビエト軍の攻撃を阻止、さらに反撃を加え、1943年春、ハリコフを取り返した。その後、両軍は戦力を消耗したため、しばらくの間、作戦行動は行われなかった。1943年春から夏にかけて、第4総工軍は大規模に補強され、1943年7月の時点で、 戦車1100両、将兵25万名までに増強され、クルスクの戦いでは南方で戦法を務めることになっていた。しかし、第四装甲軍はクルスクでの突破に失敗した。その後、ドニエプル川下流域で行われたソビエト赤軍の攻撃に対する防衛戦を行った。1943年11月までにソビエト赤軍はキエフ近郊に進撃。 第4総甲軍は、キエフの防衛を担当した。ソビエト赤軍の目標は、キエフを制圧し、中央軍集団と南方軍集団との連携を立つことであった。しかし、ソビエト赤軍は、キエフを制圧し、ドニエプルの防御線を撃破して、ドイツ軍に多大な損害を与えたが、連携を分断することには失敗した。1944年前半までに第4。 総甲軍は1941年のバルバロッサ、作戦発動時の国境まで戻され、ソビエト赤軍はその時、東部戦線の北、中央に戦力を集中させていたが、1945年1月までは大きな動きはなかった。1月までに第4総甲軍は、ヒトラーの直接命令により、ポーランド南地方で防御線を形成していた。しかし、 ソビエト赤軍は1月17日、ビスワ・オーデル川で攻勢を開始、ソビエト赤軍は、装甲部隊を半減させようとし、第4装甲軍に攻撃を集中させた。そのため、大 LVI 装甲軍団は包囲殲滅された。1945年2月、第4装甲軍の残存兵は、オーデル川西岸で再編成するため、すべての戦線から撤退した。 1945年2月、ソビエト赤軍は攻勢を停止。ドイツ第9軍は、戦線中央部、第3総攻軍が戦線北部の防衛を担当、第4総攻軍は南部の防衛を担当した。1945年4月16日、ソビエト赤軍は、オーデル川を渡か、攻勢を開始した。第9軍が、ゼロ高地で、ソビエト赤軍を止めている間、 第四装甲軍はソビエト赤軍に押されていた。その後、退却した第四装甲軍は、将兵二十五万、戦車六百両がソビエト赤軍に包囲されることとなった。また、第九軍は、ゼーロ高地のシュプレーの森南部、フランクフルト西の地点で包囲されることとなった。包囲されつつあったベルリンデヒトラーは、第十二軍に第九軍、第四装甲軍と連携して、 ベルリンの包囲を突破するよう命令した。しかし、第9軍、第4装甲軍も、そのような余裕はなく、命令を無視し、第12軍の防衛地点への撤退を勧告した。これは後に春ベの戦いと呼ばれる。この戦いにおいて、脱出に成功した将兵は、アメリカ軍に降伏した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。